今週の輝きさん。今週の輝きさんは淡路島で開催される映画の祭典海空映画祭プロデューサーの大杉康孝さん。そして令和の時代に突入した最初のリポーター。ん？この後ろ姿は？ゆっくりと時間が流れていきますね。あ、おはようございます。シンデレラエクスプレスの渡辺博重です。今ね、淡路島に来てまして、洲本市の大浜海岸というところで今こうやってね、海をずっと見つめてるんですけど、このなんていうのかな、時間の経ち方がいいですね。海好きなんですよ、本当に。何しに来たかいうことでしょう。それは言いません。もうちょっとこの時間僕にください。あれ、向こうにね、人がいてはるんですけど、あの人かな、大杉さん、はい、ですよね、はい、いや、ここで約束いうことやったんで、はい、あの、今海見てはったんですか。ちょっとぼーっとしました。洲本市出身の大杉さん、18歳まで洲本で暮らし、大学進学のため京都へ。その後京都で映像制作会社に就職し、29歳で独立。淡路島を離れてからも、悩んでいる時、疲れた時にはこの海岸に戻ってきて海を眺め、波の音を聞いていたそうです。この場所を使って映画祭をされるということで、はい、海空映画祭、はい、今年で4回目になるんですけども、海の上にちょっと巨大なスクリーンを浮かべてと。440インチの巨大なスクリーンを海の上に浮かべて、砂浜に座って映画を楽しむという世界でも珍しい映画祭。今年の開催は今月末。毎年5000人以上が訪れるんですって。なんでこの海空映画祭、この海岸でっていうふうに思わはったんですか。まあ大体疲れて帰ってきてる時にこんなところ来るんですけど、で水平線をこうやって見てると、なんとなく地球のこの光が、うん、これをつないでいったら地球の大きさになるんだとか思ってると、はい、自分がここにぼーっとしてる自分がこんなちっぽけに見えたりとか、なんて小さいことで悩んでるんだと、はい、そう思うと、もう明日からも楽しいことを考えて頑張ろうみたいな感じで思える場所やったんで、はい、まあ2時間ぐらいこうやってぼーっとできる時間があったら、みんな幸せになるのになみたいな。そこで大杉さんは海と空をテーマに海空映画祭と名付けました。さらに大杉さんにはもう一つ夢があったそうです。あとはもう淡路島がロケ地になっているような映画を流したい、一生に一回映画が作れたらいいなというのはどっかでは思ってたんですけども、はいはい、自分で映画も作っちゃえみたいな感じで。オール淡路島ロケの映画を監督、ヒロインは淡路島でオーディション、主演には淡路島出身の俳優笹野高史さんを迎えました。笹野さんがいろいろアイデア出してくれたりとか、うん、セリフとかも手を加えてくれはって、うん、まあ、本当にいい感じ の作品になったんではないかなと。さらに去年の12月、新しい映画を作ってほしいとオファーがあり、2本目の作品を制作することに。この無表情で何を考えているかよくわからない男がこの物語の主人公、山本剛。淡路島出身の阿久悠さんが作詞した川島英吾さんの名曲「時代遅れ」の歌詞をモチーフに、島で暮らす普通の人の人生を描いた作品。淡路島に遊びに、ほんまに謎です。テストいきます。よーい、よーい、スタート。今年2月に撮影されたこの映画、100人以上のエキストラは全て淡路島の人。大杉さん自身の結婚式から発想を得た作品だそうです。嘘がないと言いますか、実際にあった話を全部ストーリーにしていったので、はい、結構リアルな淡路島の、お話になってるんじゃないかなと。間近に迫った映画祭の準備をするということで、
映画祭の事務局へ向かう大杉さんについていきました。ポスターの原稿をチェックしているようです。ダンボとボヘミアン・ラプソディも上映するんですか。もう海空映画祭自体が、まあ、海で楽しんでもらえるイベントになればなと思ってまして、はいはい、海沿いで毎月やってるようなナイトマーケットとかをやってるチームであったりとか、はい、ワークショップをやってるチームであったりとか、はい、もう淡島のグルメを楽しめるブースがダーッとあったりとか、食べ物とかそんなもん、はい、バーベキューもできるようにしてたりとか、はい、土曜日の夜だけなんですけども、はい、グランピングって言って泊まれるようなものも作ったりはしてますね。僕たちだけでは想像つかなかったつながりとか広がりがどんどんできていってるような感じですかね。いや、そのね、はい、人と人のつながりということなんですけど、はい、あえてこれをちょっと言いますけど、今日のこの兵庫発信の、まあ、これカメラをね撮ってらっしゃるカメラさんは、はい、監督が映画を撮った時のカメラマンさんなんですよね。そうですね、今日現場来た、今日兵庫さんだよっていうなんかもう気持ち悪い感じですけど。あら、兵庫発信と意外なつながりがあったんですね。さらに今年の映画祭から大杉さんと新たなつながりができた人も。それがこちらの家具職人、石川さんです。一体どんなつながりなんでしょう。これは一体何ですか。これは今回会場の一番最初に見える場所に、はいはい、僕は DJ ブース。これ10分の1の模型です。映画祭の雰囲気をもっと盛り上げたいと地元の若いデザイナーたちが提案。その制作の真っ最中です。ダンボがメインって、はい、聞きましたので、はい、そのテントをちょっとイメージした感じで、はい、今回デザインしました。僕らでできることがあれば協力してもっといいイベントにしたいなっていうところで。大杉さんどんな感じの方ですか。結構自由にな感じでやらせていただけてるんで、うん、すごいありがたいなと思います。表現の場として、これからもっともっと本当に洲本のメインイベントとして大きくなっていければっていう。大杉さんは石川さんとの打ち合わせが続いているので、その間に映画祭の会場の一つ、レトロな映画館洲本オリオンを訪ねてみます。映画祭に欠かせない存在がこの映画館の支配人です。もともとその立ち上げから野口さんも関わってらっしゃる。そうですね、こういう形でできるかなっていうところから含めてですね、はい、あれはそしたら海のところにスクリーンやってそこへ投影するという映写の部分も関わってはるという。そうですね、映画の作品の手配含めて、はい、大杉さんっていうのはどういう方ですか。結構バイタリティのある人だなとは思ってますね。いろんなことにチャレンジして、まあ、自分でその映画祭用に映画を作ってみたりとか。もう一人、大杉さんが最初に映画祭の企画を持ち込んだ淡路島フィルムオフィス。淡路島フィルムオフィスというのはどういう活動をされてるんでしょうか。そうですね、主に、淡路島でですね、映画の撮影とか、はい、CM とかテレビドラマとかですね、はい、そういう映像作品をですね、淡路島誘致しまして私たちがサポートをさせていただいております。どんな方ですか、大杉さんは。彼を助けたいっていう方が本当に周りにどんどん集まってくるというか、はいはい、応援したくなるというか。関わる人の輪が年々大きくなり進化していく海空映画祭。大杉さんが描く未来は。海の映画館はもう本当にもうこう自然の中にスクリーンを浮かべてるだけなんですけども、はい、その周りがどんどん賑やかになっていって、あ、まあ、この大浜っていうのはすごい広い海岸なので。はい、広いですよね、はい、もうここに来ればなんかすごいいろんなことをやってるみたいな、そういう風に広がっていくといいなと思ってます。ぜひ成功を祈っております。この地元の海を見つめてる時にふとその映画祭っていうものの発想が浮かんだ大杉さんなんですけども、やはりこの映画祭を通じて地元に対する思いがギュッと詰まった、そういう素敵な活動だなと思いました。
大杉康隆さん、確かに輝いていらっしゃいました。ありがとうございました。番組の最後にプレゼントがあります。